特決碑文とは、古代トルコルーン文字、古代トゥルク語で書かれた東特決の碑文である。ビルゲカガン碑文のレプリカ、特決碑文と呼ばれる碑文はいくつかあり、その中でも有名なのが、トニュクク碑文、キョルテギン碑文、ビルゲカガン碑文である。キョルテギン碑文とビルゲカガン碑文は、ニコライ・アドリンツェフによって、オルホンカハンの星よ、ザイダムで発見されたため、共に、 星をイダム碑文と呼ばれる。一方の、トニュクク碑文はクレメンツによって虎川上流のバイン、族都で発見されたため、バイン族都碑文と呼ばれる。これら特決碑文が重要視されるのは、遊牧民族である特決が自らの文字で自らの言語を記したということであり、東アジアにおいては、漢民族以外で日本の金文字ともに古い。それまでの特決では、 ソグド文字、ソグド語を使用していた。2013年には、モンゴル東部のドンゴイ司令遺跡でも碑文が発見されているロシアのセルゲイ・グリゴリエビチ、クリアシュトルヌイは、中央ユーラシア各地に点在する古代、トルコルン文字碑文を大きく3つに分類し、さらにその3つを、それぞれ7種、7種、6種に分類した。地域的、政治的、内容的このうち、 いわゆる特厥比文と呼ばれるものは、地域的には北モンゴル高原で、政治的には東特厥で、内容的には歴史的、伝記的テキストに属する比文を指す。特厥比文のうち、オルホン川流域にあるものを、日本では一括してオルホン比文と呼ぶが、これは必ずしも正確な命名とは言えない。以下は、オルホン比文に該当する比文。ブグト比文。 8世紀の特決秘文発見モンゴル、東部、半大が共同調査。日本経済新聞。2013年7月22日閲覧。三上、守る、佐久間1974、P223 から 224? 三上、守る、佐久間1974、P224AB 岩見清博森安隆夫。 大東安在屋氏婦ン兵器の再読と歴史学的考察内陸アジア言語の研究第13巻中央ユーラシア学研究会1998年9月93から110ページネイ1200億485万 1314? モンゴル国原村遺跡非文調査1996から1998ありがとうございます